どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は弁護士神解説ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回の「文集法第7弾」ですねそれを受けて若狭弁護士がですねこれに関しての分析をなさったんですけどもそれがちょっと素晴らしすぎると。 いうことでそれをご紹介しつついろんなお話をしていきたいというふうに思うんですがまあ結構ね私もそんな感じじゃないかなみたいなふうに思ってるとこをめちゃくちゃ強化してくれたみたいな解説になってますんでまあこちらをご紹介しながらいろんな話をしていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらね、えー、と若狭弁護士の YouTube チャンネルということで「松本人志文集七んで疑惑の原点を分析物色と小当たりと。 いうことで解説されてるんですけどもこの何ですかね物色と小当たりっていうのがちょっと分かりづらくてですねまああの簡単に言うと女性を物色して、ね、その中でいけそうかどうかを小当たりしていくみたいなまあ感じで使われておりましたというとこですね、まあ、詳しくは下に貼っとくんでよかったら見ていただきたいというふうに思うんですが。 はい、というわけでこちらの方でねちょっと中身の方を簡単にまとめていったんですがまあいわゆるこのね物色と小当たりということで先ほどお話しした通りまあ後輩がねまあ、いろんな形で女性をたくさん集めてくるじゃないですか。ね、でその中で何て言うんだろうな、まあまあ、そ,そうやって女性をたくさん集めて物色するという形で使われていて。 でその中で、まあ、当然「あのあまちゃんだ」みたいな人は別にいいんですけどまあ、そうじゃない人がいますと。でそういう人はちょっと小当たりしてっていうんですかねまあ、この小当たりっていうのが、まあ、表現が難しいんですけどまあ結論的にはこれがどんどん強くなって一線を越えてしまったのではなかろうかみたいな話だというふうに思うんですけどねはい。まあ、いずれにしてもですね「文春の」の、まあ、第7弾の記事の中であとある女性が出てきて「まあ、ちゃんとできたらいい」みたいな女性が 出てくるんですよねこれってえっと、えっと、ダウンタウンさんが東京進出して冠番組を持ってだけど、まあ、拠点の場はまだ、えっと、大阪にあるみたいな、まあ、そんな時ですね。でこれはあの基本的には当時は吉本の芸人さんたちって大体みんな大阪にいたと思うんですけど、まあ、当然売れてる人は東京行ってると思うんですけどね。まあ、そんな中で まあ足がかりは誰作ったのかな足明石家さんまさんですかねまあいいや。でその後は、まあ、ダンタンさんの大活躍によって、まあ、学校ができたり等々でもうたくさんの、ってかもう拠点がもうほぼ東京に移っていくわけですよね。まあとにかくこの時はいずれにしてもですね、芸人さんは大阪にいて、で松本さんの、もうもともとは最初は大阪で売れたわけですからそ、そこに後輩もたくさんいて、こっちで、こっちで知名度もあってモテるみたいな状況があったわけですよね。でそれで東京進出しました。 ただ売れてるのはダウンタウンだけなんで、後輩たちはもう大阪にいますって感じなんで、東京で仕事して、で、なんか大阪に用事があったり、まあ、プライベートの場はこっちなんで帰ってきて。で、まあそ、そっちではまあ、モテモテなわけですよね。まあ、これ、ここで、文春のまたこれとはまっちゃんとできたらいいみたいな女性とはまた別で、えー、っと、なん、 ししまますす後輩がナンパしますでその後ろに松本さんがいたら「ああまっちゃんだ」っていう感じになってみたいなのもあったらしいんでねいずれにしても、まあ、大阪でブレイクし始めた時がおそらく私は一番モテたんじゃないかなと思うんですけどまあそん時には何て言うんでしょうねこうその実際の。 誘うみた,みたいなことを後輩に指してる構図はずっと変わってないんですけどただその時に松本後輩がいろいろ頑張ってもその時はまあうーんみたいな感じだけど松本さんが見えた瞬間に「あまっちゃうんだ」っていうのが多分すごくこう成功体験として残ってんじゃないかっていうことででこれ文春さん以外のにおいてもですねあのとある女性がえっ、ー、とまあ松本さんのダウンタウンさんのね、まあかん 感激ででききる番組に行ましたとでそこに行くとあの松本さんからお呼びがかかるみたいな <laughs> 噂が立ってでそれは松本さんに呼ばれたいと思って、まあえー、まあそこに行ったっていう方もいらっしゃるっていう証言も出てきてるんでまあいずれにしても本当にあのブレイク中のね若手の 若い芸人さんの時はもうめちゃくちゃ持ってたって間違いないしでその中で松本さんってなってとか松本さん目当てでって来る女性もたくさんいたってのはそらく事実でいうことですよね。まあ、いずれにしても、まあ、そういう時に自分と丸々従う女性がいるっていうのがまあこれはもう実体験としておそらくあったんでしょうねってことですよね。で普通はこうやって若い時にまああの まあスターの時にめちゃくちゃ遊んで,でその後もういいやとかあるいは特定の女性見つけるなり家庭ができて収まっていくもんだと思うんですけど、まあ、そうならなかったっていうところはこのトラブルの、まあ、まあ根幹にあるのかなと思いますが、まあ、いずれにしてもそういうのがあったと。で,で若さ弁護士の推測によるとですねだからまあそういった成功体験があるので松本さんならいい人っていう人がいたら物色してね、まあ、その物色は後輩がするんですけど連れてきて。 で,そ,のまま行くとでそうじゃない人の場合はまあ小当たり等々で探りを入れて乗ってくればそのままで嫌がればやめるみたいな表現されてましたけどだからまあここなんですよねこの小当たり等々っていうところねはいだからまあこれがね普通で言うとまあじゃあ芸人さんいます芸能人いますわっと来てでそ,その中でまあ普通にくどいて っていう延長線上で女性も同意していけば、何のトラブルもないわけでまあ、それはお互いいいよね。って話だと思うんですけど、まあこの小当たりがどこまでやったのか？っていうところがまあ問われていくっていうことだと思うんですよね。はい、しかもこれが絶頂期の時で言うと、ちょっとした。小当たりぐらいで。 あのまあいけた可能性があるので、まあ、それがまあ年とともにちょっとずつちょっとずつ厳しくなっていくのでまあどんどんエスカレートしていったっていう可能性ですよね。はい、でそしてえー、っとですね、まあ、こういった、まあ、小当たりのことを、まあ、いろんな表現があって難しいんですけど前偽的な仕掛けみたいなことですねだったとしても本人の同意がなければ今の刑法では不同意わい罪にもなるぐらい まあ厳しくなっているという感じですよねしかも、えー、と松本さんなんかで言うと今で言うとね、えー、と芸能界の大御所であり、まあ、実力者でもあるそして、えー、過去には冠グに持ってる時に文春さんの第7弾においては、えーね、女性を誘ってマンションの前に ああ女性を送るっつって自分のマンションを連れてってでそして帰ろうとしたところあ,あの、まあ、芸能界入れられなくなるみたいなねまあいうことを言ったりとかして当時からそんくらいのまあ認識があるわけですからまあそれまで、ね、どこまで本気で言ったか分かんないんですけど必死だったのかもしれないですよね、まあ、いずれにしても女性側からしたら恐怖ですよねまあまあそういうのもあってまあ過去にはそういうのを言ってしまったっていうのも文春さんに書かれていてで,でそれがもう最近なんかで言うともっともっと,もっとね芸能界 芸能人としてもそうだし吉本のトーンみたいな感じになってるしでそこに芸能人の卵が来たらねそれはまあ,あのかなりの,あの、まあ、会社で言うと上司とかね社長とか、まあ、そういうレベル感なんで、まあ、断りにくい環境があ作られちゃってる。でそ,、まあ、それも含めて今昨年できた法律によると不同意わいせつ罪っていうことになるんですけどじゃあ当時はどうだったのかっていうとそれでもある一線を超えればやっぱり犯罪だっていうことで。 で、えー、っとね、若狭弁護士がおっしゃっていたのは、松本さんはね、この強制まるまると強制、あまあまあいいや、もういっちゃおうか。まあ、強制成功の違いが分かってないんじゃないかっていうお話をされていてですね、まあこれ、法律用語なので、一般的にもあんまり分かんないと思うんですよね。で、要は、まあ強制成功の方は、あのいわゆる例なんとかっていうやつですね。まあ あの一般的にいろんな人が思うやつですけどね。はい、でこの強制わ説っていうのがああの普通に無理やり抱きついたりとかキスだけでも成立するものですよね。でそう考えると女性が嫌がってんのになんかそんなような似たような記述みたいなところがありましたよね <laughs> いろんなところで。でそしてあの第5弾の時にえー、っとですね その普通のマッサージ店女性も行くようなマッサージ店で、まあ、自分の下,下半身を押し付けてみたいなくだりがありましたよねで,でその後警察、えー、と文春さんに相談しあ文春法の第一弾が出てでその後に、えー、とその女性の方もそれを見てたとは思われるんですが、まあ、警察の方に行ったっていうところで,でその時に必要に警察の人にまあその要するに。 あのいわゆるこうまあい,いやもしたんですかっていうことを聞かれたということですね。はい、で、えー、いうことを、まあ、何回も何回も聞かれたって話なんでだからえー、っとですねそれが多分こそ,そ,そこが、まあ、私も詳しいことは分かんないですけど強制わいと強制性交の、まあ、分かれ目なんでしょうね。だから強制性交の方には普通のいわゆる一般的なあの行為 だけじゃなくて、えっと、口の中に出すっていうことについても、行為、まあ、ってやつですね。っていうことも含まれるそうなので、もうそれによって全然罪の重さも違うっていうことになるんですけどね。はい、という感じがあるので、まあ、わざわざそういう記述を、まあ、書いたってことなんだと思うんですけどね。はい、ということで、 だからまあそらくですけどそっちのいわゆる強制成功の方についてはよくないってことについてはまあまあ第五弾はちょっと第五弾とか第一弾はちょっと置いといてそれ以外のところを見るとですねまああの何て言うんだろうなこの強制歪説の方に関しては うんと意識があまりないような感じにもちょっと見えなくはないってことですね。まあ実際、ダウンタウンさんの番組において、浜田さんが、まあまあ、まあ松本さんもそうか、あのいわゆるあの番組の中において、みんなでこの強制わいせつやりまくってるわけですね。はい。だから、その <laughs>、なんて言うんだろうな、その辺に関しての認識はめちゃくちゃ甘いんだろうなと思うっていうところですよね。はい。で、えー、っと、 で実際若狭弁護士もですね松本さんの番組に出演した時に、まあ、そういった男性器を丸出しにしたのを見て、まあ、それは公然わいせつですって、まあ、つまり犯罪ですよってことはアドバイスしたんだけどもスルーッと流されたらしいので、まあ、そもそもそういった性に対しての意識とかが弱くて脇が甘いんじゃなかろうかっていうことですねまあそれは仕事の場でねお笑いのためにこんくらいは分かりながらやってるのかなみたいなところ。 がまああ結構重要だと思うんですけどねあの話がねちょっとそれるかもしれないんですけどはい今ねあの不適切にもほどがあるみたいなねいうドラマがあってで結構話題になってると思うんですけどまあいわゆる今,今の時代の人が昭和にタイムスリップしたり昭和の人が今の時代にタイムス,イムスリップする中でまあ認識の違いで昭和のいいとこを見つけたり悪いとこを批判したりみたいなね まあ逆に令和のいいとこ悪いとこみたいなのをまあまああらわにしていくっていうまあその中でまあおそらくテレビとかドラマは今後どうしていったらいいんだろうねみたいなその問題提起みたいな番組だと思うんですけどその中において秋元さんが昔のあお笑い芸人のね秋,秋山さんか秋山さんがあのー、昔のね、まあ、ちょっとエッチっぽい番組の、まあ、MC みたいな感じのまあいわゆる ななんだろうなセクハラの塊みたいなその役で出てくるんですよ。でそれでそうなんですけど番組の途中でちょっと女の子があの、まあ、頭トーンと打ってちょっとバッてなった時に急にキャラがガラッと変わって真摯になるみたいなところが出てくるんですけどつまりあのいわゆる昭和であろうと今であろうと、まあ、その自分が求められているものに対してテレビ上に置いて番組として。 一線越えててててややっっっっんんだだいう認識ののをやってるんだったら、まあ、このね、例えば、えー、と今回の、えー、と若狭弁護士がおっしゃったようにこれアドバイスされた時に、まあ、当然分かってますとでも番組としてみたいな感じの反応は多分来ると思うんですよね。まあ、そうじゃなかったっていうところなんでだそう考えるとあのやっぱりもともと性に対しての意識とか弱いとか脇が甘いっていうことはあって、ね、順法意識が低かったも。 かもしれないね。とはちょっと思うっていうところですよね。はい。だから、まあこういうのがあるから、ちょっとした善意的な仕掛けぐらいいいだろうという意識があったのでは？って感じですよね。まあ、なんだったらね。本当に番組で浜田さんがで女性の胸をね。やっぱり。触ったりとかしてるのを。まあ笑いとかにしていたわけぐらいですからまあ。それがね。まあどうなんだろうね。裏でもやま浜、あ、田さんわかんないけど。 なんかでもそ,そういうのが世の中的にもやっぱり放送されて受けてるわけなんでまあねそれはなんかまあ松本さんだけではないというかテレビ界としてやっぱりそういう認識はあったのかもしれないですねまあだから逆に言うとそれは番組は番組として一線引いてる人とそうじゃない人でもうね分かれてるかもしれないんですけどはいっていうところですよっていう感じでえー、っとケツ 若狭弁護士の結論としては文集の記事まあこれ以外にもたくさんありますよね。えー、がん事実ならば時効別にすると場合によっては犯罪に問える案件だよねっていうところでまあかなり厳しいものの見方をされているというところでございましたっていうまあそんな感じですね。ははい。はい、という感じでねまああとは7段以外でもまあいろまあ第1段てやっぱ第5段がまあかなりきつい内容になってるんですけどそれが です、ね、うーんまあアウトっちゃアウト案件なんですけどなんかその口っていうところまでいかなかったとしてもやっぱりその2人きりにまあ、させられたというかまあマッサージ店の場合はなるっていう場所なんですけどまあその中においてやっぱりあの自分の下半身を押し付けるみたいなねいうのがあった時点でもうこれでもうアウトだし女性を。 まあ触ってるのもまあこれも駄目だしただあのそれはおそらくですけどまあ若狭弁護士の分析にのっとるとそういった小当たり的なことですよね最初はちょこっとしたことだったりとこから始まってまああのそれででも実際結果出ちゃってるわけじゃないですかやれちゃってるみたいなところがあって。 だからそれがいつしか松本さんの中でこれって同意だよねっていうふうにま思い込んでしまったでもそれを受け入れたのはまあ松本さんの圧迫感であったり芸能界の立場であったり、まあ、そういうのが本当は背景にあるんですけどだけどもともとは自分はめちゃくちゃ大人気できたから、まあ、それまあ、そういった成功体験も,も合わせて考えてどっかで混同してしまったのではなかろうかと、まあ、いうような話だろうなっていうふうに思うんですけどね。はい まあいずれにしてもこういった形でどんどん言われちゃうからねだから認識本当に間違ってましたみたいなね言うのを早くやればやるほど私はいいと思うんですけどまあとりあえず裁判には突入するようです以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね